bit of what we saw from Ali against Joe Frazier. はい、こんにちは。今回は年間バンクルアフェ賞に選ばれた試合を紹介いたします。重量級のレジェンドたちが負けた奇跡の試合ばかりなので、最後までご視聴ください。1988年6月、WBC 世界ミドル級王者トーマス・ハーンズにアイラン・バークレーが挑戦いたしました。トーマス・ハーンズはヒットマンの異名を持ち、2メートルを超えるリーチから繰り出すフリッカージャブやチョッピングライトで KO の山を築き、ウェルター級、スーパーウェルター級、ライトヘビー級、そしてミドル級と世界王座に戴冠しました。一方、バークレーは8ヶ月前に初めての世界戦を行いましたが、カランベイに判定負けを喫し、これが2度目の世界戦です。3ラウンドになると、バークレーが距離を潰し出し、バークレーの強烈な右パンチが王者の顎を捉えました。WBA 世界スーパーライト級王者アントニオ・セルバンテスは11度目の防衛戦に17歳の天才ボクサーウィルフレッド・ベニテスを迎えました。ベニテスは25戦全勝 20KO の戦績を誇っておりましたが、王者セルバンテスは当時全階級の世界王者で一番強いとされており、17歳のボクサーが勝てるわけがないと思われておりました。ベニテスは幼少期に父から厳しい練習を課せられた反動からプロ入りした時は練習嫌いになっていましたが、17歳6ヶ月ですでに一流ボクサーとしての土台は出来上がっており、13歳年上で60戦のキャリアを誇る王者を翻弄するのです。ベニテスの防御は絶妙の間合いで紙一重で避け、無駄な動きがないのですぐに攻撃に転じることができ、絶対王者が次第に追い詰められていきました。マイク・タイソンは身長178センチとヘビー級としては小柄ですが、巨漢ボクサーをガードの上からでもなぎ倒す桁外れのパンチ力に加え、ヘビー級では破格のスピードとさまざまなコンビネーションブロー、そして相手のパンチをボディーワークで巧みに外す鉄壁の防御を武器に、次々に大きなボクサーをキャンパスに沈めてきました。バスター・ダグラス統一ヘビー級王者で37戦全勝、33KO のタイソンは、ボクシング界だけでなく、すべての格闘家の中でも人類最強と思われ、タイソンが負ける姿は想像もつかなかったのですが、無名のジェームス・ダグラスとの試合で大苦戦を強いられます。当時、タイソンは無敵と思われていましたが、1985年にカスダマトが亡くなられてから私生活が乱れ、路上での喧嘩や離婚問題、そして練習よりパーティーに忙しくなり、練習量がめっきり減っていたのです。体が重そうなタイソンとは対照的に、ダグラスはしっかりと準備をしたせいでパンチにキレがあり、タイソンはたびたび左ジャブとカウンターを被弾し、ダグラスペースで試合は進んでいきますが、8ラウンド終了間際にタイソンの強烈な右アッパーが炸裂します。8ラウンドにダウンしたダグラスは9ラウンドに入るとすぐに反撃を開始し、10ラウンドには強烈な右アッパーからの連打で世紀の番狂わせを完結させました。全階級を通じて史上最高のボクサーと言われているシュガー・レイ・ロビンソンが1955年にラルフ・タイガー・ジョーンズと戦いました。ロビンソンはすでに世界ウェルター級王座と世界ミドル級王座に戴冠し、132勝3敗2分けの戦績を誇っており、ウェルター級とミドル級の強豪たちに勝利していたのに対し、タイガー・ジョーンズは32勝12敗3分けの戦績で強豪ボクサーとはまだ戦っていなかったのでした。しかしロビンソンは1940年にプロデビューし、キャリアが15年になろうとしておりますが、2年半前にライトヘビー級王座に挑戦し、13回 TKO 負けを喫し、衰えが見え始めていたのです。1973年3月、元世界ヘビー級王者モハメッド・アリとケン・ノートンが相まみえました。多くの人が無謀な試合とコメントしましたが、アリは徴兵拒否による3年半のブランクがあり、全盛期のスピードはなく、さらにノートンを軽く見て調整不足のため、締まりのない体でこの試合に臨みました。一方、ノートンは離婚をしたことで大金が必要だったので、この試合にかけしっかりと準備をしました。ノートン陣営の名将エディ・ファッチはノートンのスピードをアリ攻略の鍵と考え、左ジャブを徹底的に鍛えて左の差し合いに負けないようにしつつ、アリの左ジャブの打ち終わりをシャープな右ストレートで狙い、接近して上下のコンビネーションブローで攻め立てる計画を立て、ノートンは実行しました。さらにノートンはアリの左ジャブの癖を読み切っていました。アリの胸がジャブを打つとき変化することに気づいたため、簡単に接近することができ、この試合に人生をかけていたノートンは、アリの顎を砕き、完全に優位に立ちました。Points, Norton, 5 points, Ali!